完全に吹き上がらなくなってる時があって、もう落ちるを通り越してね、もたつく時あるんだよね。もう警告灯がつくんですよ。3回かな、警告灯ついたのが。今日は天気がいいな、あったかい。15度ぐらいあるもんね。ほんでね、まあビッグスロットルとね、ハイカム、あと F アイコン2取り付けてね、状況で、ね、体感してますけどもね、まあ、ものすごいね、高回転エンジンになってね、楽しいところもあるしね、扱いづらい。まあ高回転すぎてね、上のとこだけね馬力がぶって上がって、その下が落ちてるんでね、パワースポットというかね、そこがね非常に狭い。でギアチェンジしていくともうすぐ外れる。まあそこら辺が、ね、非常に扱いにくいところで、まあこれがね今後ねボアアップするんでね、回転数もねぐっと落ちるというところなんで、まあ扱いやすくなるのかなと期待したいところですけども、ただ今ねこの仕様でね、ちょっとねやっぱりね気になるところ、不具合というか、もうそういったところも出ててね、まあ具体的にはね5000回転ぐらい、4、5000ぐらいの回転のところでね、あ綺麗だな、あんまなこ4、5000回転のところでねガクッとね馬力が落ちる、トルクかな、トルク馬力が落ちると、吹き上がらないと、安全に吹き上がらなくなってる時があって、まあそこら辺がね非常に気になるな。まあ実際ね竹川のねこの馬力のグラフとか見てみるとね、やっぱりね 4,5 回転のところはね、確かにねそこだけグッと落ちてるんですよね。なんでああいう風になっちゃうのかよくわかんないですけども、まあやっぱりちょっとねハイカブのところでねどうしても無理があるのかもしれませんね。そのね空気の取り入れとのバランスがね、もう 9,000 回転前後のところがね一番ピークにいいような状態でハイカブの仕様になってるんでね、まあそこでもねボアアップして改善できればなと思っておりますけども、でもう一個がね、これの方がね結構重大で、警告灯がつくんですよ。今までねこれの使用にしてからもう500キロぐらい走ってますけどもね、3回かな警告灯ついたのが。なんでかなってね。で警告灯はずっとね点滅じゃなくて点灯しっぱなしになってるんで、一瞬だけ不具合があって、その後はもう不具合はないよと、そういう警告灯らしいんですけども、で実際それをね何の警告灯だろうってね調べたらね、アラームナンバーといいますか105だったんですよね。でその105って何ぞやと、いろいろねサービスマニュアルとか見ても書いてなくてね、よくわからんだよね。まあ、ネットでねなんとか探し当てたところね、どうも105っていうのはね空燃費のエラーらしいんですよね。でアラームつくときはね大体決まってね回転数が4000から5000、そのどうも調子が良くないという場所なんですよね。でその時にねこの空燃費がどうなってるのか、まあ、そこがね知りたくて、もう3回も出てるんでね、とりあえずそのどういう状態で出てるのか、空燃費計自体がねセンサーとして拾えてなくてのエラーなのか、空燃費が周りにもおかしくてエラーになってしまうのか、まあそこら辺がねすごくかなり気になりましたけども、まあねそういったところもあって今回ねこれ空燃費計つけちゃいました。純正のねセンサーから拾ってくる空燃費計なんでね、もうおもちゃみたいな、まあ本当に目安しかならないところですけども、まあ値段も安いんでね。